画家の松本零士さんの訃報を受けて20日、代表作の一つである銀河鉄道999のキャラクター、メーペルの名を挙げたツイッター投稿が急増した。東映アニメのサイトによると、メーペルは、鉄を、主人公に、銀河鉄道999のパスを与え、共に旅をする美しい謎の女。全宇宙に機械化を進める女王プロメシュー、無の娘だが、鉄男と志を同じくする。名前はギリシャ語で、母、意味するという。松本さんが急性心不全のため13日に85歳で死去したとの一報が流れるとメーテルの子を含むツイートが次々と上がった。私にとってのアイドル、メーテルの美しさは憧れ、美しすぎる、メーテル、メーテルが大好きで銀河鉄道999が好きすぎてなどと愛を告白する内容が多かった。